こんばんばは夜分遅くにすみません何を驚いているんです私ですよこのローブにフードをかぶってきたんです人間に肌を見られるなんて吐き気がしますからねそもそも 人里の空気は汚れているので、本来は森から出ることすら嫌なんですが。まあ、そんなところにわざわざ来たのには理由があります。あなたにお話があって参りました。少し長くなります。中に入ってもいいですかあの時、 手当たしてもらった傷はすっかり治りました。あなたの応急処置がなければ命が危なかったでしょう。それに関しては本当に感謝しています。え何回も聞いたいえ、まだ言い足りないくらいです。人間は嫌いですが、 受けた恩は忘れませんそれにあなたと森で話すうち人間というのもそこまで悪いものではないと思ってきたのです私はあの後人間について調べ始めましたエルフは人間と相いれない種族ですが時々 数世代に一人か二人だけ人間とエルフが一緒になることがある里の近所にそう記してありました人間という生き物のことについても詳しく載っていましたなぜ黙っていたのですかとぼけても無駄です 人間は500年どころか100年すら生きられないなんてあなたは一言も言わなかったそんな短命種だと私は知らなかったんですエルフのお見合いのように長い年月をかけてゆっくりとお互いの距離を縮めようと思っていましたそれにあの禁種によるとあなたはもう 人間としての盛りにいるようですね生まれて約二十年ですかエルフの感覚で言えば赤ん坊ですが人間はその時が最も生物的に優れているとあなたは私に黙っていた私があなたに好意を寄せていることを知りつつそれを隠していた 隠していたわけではないいいえ。私が人間のことに疎いのをあなたは知っていたでしょ私がこのことに気がつかずに交際していれば、あなたと結ばれる前にその寿命が尽きてしまう。あなたは恋人にそんな悲しみを背負わせるつもりだったんですかは恋人だと 思っていない。私に好意があったことも知らなかった。この後に及んで、そんな嘘ではぐらかすつもりですか。あなたは、私の肌を見た。手当のためとはいえ、別種族とはいえ、繁殖期の間近な異性の肌を見た。そしてその後、 会うたびに森で話をした。毎回森に入るたび私と偶然会えたと思っているのですかこの耳であなたの足音を探ってあなたが来るときは先回りして偶然を装っていたのです。てっきり私のアプローチを知った上で思いを組んで 偶然ということにしているのかと思っていましたがあなたにとって私は友人ですか <laughs> 今日はあなたに求婚しに来たんですエルフの飛躍の一つに他の生物の寿命を エルフと同等に引き伸ばすものがある。それを飲むのを婚約として、あなたをエルフの里に連れて行こうと思っていました。でも、あなたのその様子では、私と素直に結婚する気はないようですね。黙れ。さっき言いましたよね。 友達からでは時間が足りないと数年で相手のことを知るなんて不可能ですこの薬を飲みなさい人間が大っぴらに里を歩くことを許されませんですが族長に話は通してあります夜中の散歩は許可していただきましたそれに 私の家はこんな小屋の数十倍は広いですその中なら不自由はないでしょう生活を共にして相手を知る人の世界では同性というそうですねさあ早く飲みなさい待て 体が動かないのは魔法の力ですよほら口を開けて <laughs> 早く飲め飲みましたねそれでは婚約は成立ということでそんな恨めしそうな目で見ても無駄ですよ すぐにあなたも喜ぶようになりますからもうすぐ冬になります私はちょうど明日から数十年が一回目の繁殖期。しっかりと体に愛を教えてあげますもちろん 繁殖期が終わればそれ以上に深い愛を毎日その心に注ぎ込みますあなたの反抗心なんて数日も持たないと思いますよ人間からすれば永遠に近い時の中愛され続けるのですから。 絶対に逃がしませんよ。旦那様。最後までご視聴ありがとうございました。評価、グッドボタン、チャンネル登録、通知、コメントをよろしくお願いします。Twitter もやってるのでフォローよろしくね。それでは、おつだらーん。